かっこいいギタリスト竹下敦です。最近ね、ありがとうございます。だけ西村博之さんの、YouTube のね、よく見てるんですけど、西村博之さんね、2チャンネルをね、開設した頃にね、よくね、書き込ませていただいたりとかねしてたんですけどね、ひろゆきさん何がすごいってね、彼のすごいところは、まだね2チャンネルができ始めの頃にね、人が集まらなかったわけですよ。でもね、彼はね一人一人に頭を下げてね、2チャンネル見に来てくださいと、ぜひ書き込んでくださいと、そういうふうにね自分で頭を下げてね、少しずつ人を増やしていったんですね。その頃ね、私ね、今で言うところのなんだろうな、なんつったらいいかな、こう、なんかサイトやってまして、その広告収入でね、結構儲けてたんですよ。それがね、悪いことかっていうと悪くないでしょ。その時ね、サーバーをね、国内のサーバーだと違法になるっていうんで、当時カリフォルニアかどっかのサーバーを借りたんですよ。そこでたまたまね、2チャンネルを、同じサーバーをお借りしてね、で、サイトを運営しておりました。でその時にね、ひろゆきさんがね、一人一人にね、きちんと丁寧に答えをお答えして、一人一人にね、頭を下げて来てください、書き込んでください、面白いこと書いてください、そういう中でね、どん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 大きくなっていったんですね。で途中から面白くなくなっちゃって、私も見なくなってしまったんですが、やはりね、彼はねすごいと思います。今でもね、言い切りますからね、生活保護何が悪いのと。生活保護ってね、簡単なようでしょ。簡単じゃないんですよ。国がね、援助してくれるっていうのはね、すごく高いハードルがあるんです。誰でもこれ受けられるとね、思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、厳密な審査があります。審査に合格しないと、国がお金を払って援助してくれるわけですから、ある意味国がパトロンになってくれるわけですね。で、私もね、現在生活保護を受けております。これ恥ずかしいことかというと、何も恥ずかしいことではないんですね。国がね、認めて、私に対してお金を払って、ぜひこれからもギターを弾き続けてください。いろんなものを作ってくださいと。このスタジオにいらっしゃって、国の担当の方がね、その目の前でギターを弾きました。で、うんうんと、3人ぐらいいらっしゃったんですかね。その方たちが、私のギターを聴いて、それで、竹下さんに、一定の額を支給しましょうと。ぜひこれからも頑張ってください。国が援助いたしますからと。そのようにはっきりと、言い切っていただいて現在があります。ですのでね、もしね、そこで生活保護を受けられない方は、国が認めないということですから、それはね、そういう方はね、生活保護を受けられないわけです。で私はね、国が認めて受けられたわけですから、これ何ら恥ずかしいことではございません。今後もね、ある程度生活保護を受けて、きちっとね、またそれを国にお返ししたいと思います。それがね、私の責任であり、使命であると考えております。かっこいいギタリスト竹下敦、これからも、頑張ってまいりたいと思います。それではね、皆さんまた、良い夜をお過ごしください。